今シーズン先発防御率 3.24 とリーグ5位に終わり、ドラフト会議では投手メインの指名、新助っ人外国人でも投手2名を獲得と投手の補強を積極的に行っている広島。そこで今回の動画では来シーズンの広島先発陣の構想について見ていきたいと思います。来シーズン先発ローテーションの軸となってくる選手一人が九里選手。今シーズンは開幕ローテーション入りし、シーズン終了まで一軍に帯同、通算26試合に登板し 174.1 イニングスを投げ8勝、防御率 2.53、 ウィップ 1.10 の成績を残しました。セパ12球団の中で一番多い投球イニング数を投げ、例年以上に安定感の増した投球を見せました。非常にタフで体も丈夫な九里選手、毎年安定した成績を残していますし、来シーズンももちろん先発ローテーションの軸となる存在でしょう。続いて森下選手。今シーズンは手術の影響で出遅れ、シーズン通算20試合の登板、 131.2 イニングスを投げ9勝、防御率 3.01、 ウィップ 1.24 の成績でした。奪三振率が 6.43 で、1年目 9.10、 2年目 7.27、 3年目 6.70 でしたので、年々数値が落ちてきているのは気になる部分ですが、入団からこの4年間安定した成績で先発ローテーションの一角を担い続けています。来シーズンも間違いなく先発ローテーションの軸になってくる存在です。軸となってくる3人目、床田選手。今シーズンは24試合に登板し156イニングスを投げ11勝、防御率 2.19、 ウィップ 1.10 の成績。防御率、勝利数、勝率はチームトップでチーム内3冠を達成。今シーズン広島先発投手陣の中で一番安定していた選手でした。広島が抱える左の先発投手陣の中では頭一つ抜けており、左のエースとして来シーズンも先発ローテーションを支える存在になるでしょう。軸となる4人目が大瀬良選手。今シーズンは23試合に登板し 129.2 イニングスを投げ6勝、防御率 3.61、 ウィップ 1.16 の成績。昨シーズン23登板で防御率 4.72、 ウィップ 1.35 と不振に終わったことを考えると、今シーズンは持ち直したシーズンとなりました。来年度33歳とベテランの域に入っていく大瀬良選手。5年連続で開幕投手を務めていますが、来シーズンも開幕投手を務める形となるでしょうか。その4人に続く候補として2023年ドラフト1位の常廣選手。大学4年時の春秋の通算成績は15登板、74イニングスを投げ、防御率 1.58、 奪三振率 9.00 の成績。大学通算では33登板、 120.2 イニングスで防御率 1.64、奪三振率 8.65 の成績でした。即戦力としての活躍が期待されている常廣選手、1年目から1軍で100イニング以上投げてくれれば御の字、1年目の時の森下選手の活躍をしてくれれば最高といったところでしょうか。そして新助っ人外国人のハッチ。23年シーズンはメジャーで先発2試合、リリーフ16試合の計18登板で 28.2 回を投げ、防御率 4.08、 ウィップ 1.57 の成績とある程度の数字を残し、 AAA では先発3試合、リリーフ28試合の計31登板で 46.2 回を投げ、防御率 4.63、 ウィップ 1.37 の成績。23年シーズンはマイナー、メジャーともに
リリーフメインの起用となっていました。ただ、2017年から22年は先発メインで登板していましたので、広島では先発、中継ぎ、どちらの起用も考えられるのかなと思います。また、5、6番手を狙う主な先発投手としては、まず1人目、森選手。今シーズンは1軍で自身キャリア最多となる12登板、51.2 回を投げ、4勝、防御率 4.53、ウィップ 1.32 の成績を残し、2軍では10登板で44回を投げ、防御率 1.84、ウィップ 1.09 の成績を残しました。広島が抱える左の先発投手陣の中では、序列が高い方なのかなと思いますし、期待のかかる選手です。そして玉村選手。今シーズンは開幕ローテーション入りを果たすも、1軍ではわずか9登板に終わり、45.1 イニングスを投げ、3勝、防御率 4.96、ウィップ 1.39 と結果を残せませんでした。2軍が主戦場となり、ウエスタンリーグでは11登板で防御率 2.31、ウィップ 1.09 と安定した成績。また、オフのフェニックスリーグでは4登板で防御率 0.86、ウィップ 0.62 と圧巻の成績を残しました。2021年に1軍で17登板して以降は、なかなか1軍定着といけていませんので、来シーズンこそは1軍でローテーションを張るピッチャーになってほしいところです。そして遠藤選手。遠藤選手も今シーズン開幕ローテーション入りを果たすも、シーズン通算8登板に終わり、41回を投げ、防御率 4.39、ウィップ 1.24 の成績となりました。昨シーズンは先発メインで20登板、105.1 イニングスで防御率 3.59、ウィップ 1.16 と結果を残した実績もありますので、5、6番手に入ってくる有力候補かと思います。そして黒原選手。今シーズンは先発として調整し、2軍が主戦場。その2軍ではウエスタン17登板、90.2 回を投げ、防御率 2.58、ウィップ 1.03 の成績と安定した投球内容を見せ、2軍のローテーションを担いました。ただ、1軍では5登板で防御率 10.66 と結果を残せませんでした。少し序列は下がるかもしれませんが、注目となる存在です。その他の候補としては、今シーズン先発6試合で防御率 1.16、ウィップ 1.10 と結果を残した野村選手や、2023年のドラフト3位、スカウトも先発として期待している滝田選手。来シーズンは2軍の先発ローテーションとして起用されるのがメインになるかもしれませんが、2022年ドラフト1位の斉藤選手。今シーズン序盤は1軍でも先発として素晴らしい投球を見せていたコルニエル。2軍でローテーションを担った小林選手。2023年ドラフト2位、高選手。ルーキーイヤーの今シーズンは2軍で安定した投球を見せていた川野選手などが先発ローテーションの候補となってくる存在でしょうか。はい、ということで今回は来シーズンの広島先発ローテーションの構想について見ていきました。皆さんは来シーズンの楽天先発ローテーションの構想についてどのように考えていますでしょうか。ぜひコメント欄に書いて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。